甲子園で前代未聞のマシンガン系統奈良代表智弁学園 VS 香川代表英明英明高校が鬼のマシンガン系統を見せる。なお試合はタイブレークの末智弁学園がサヨナラ勝利を収めた。何これ、はい、どうなってんのこれ、小刻みすぎるだろ。アルティメット遠山夫妻スペシャル、菅下村スペシャルやん。二人系統は昨年のメッシュ日立もあったな。これは原さんの無さんもびっくりしそう。原辰徳もこれには腰抜かせて、これには原もにっこりか。逆に原これな、ペナントで見習おう。くさ、もはや特急練習が一番疲れるやろこんなの。スコアラー泣かせの系統、もし今日甲子園に行って智弁学園 VS 夢をスコアブック付けながら観戦したら気流欄が足りないって困惑しただろうな。ダーノーとカブレラのあれ思い出した。くさ、レフトだった子も大変やな。ほんまや、巻き込まれるレフトのトドくんが一番おもろい。マシンガン系統に付き合わされてレフトとセンターを反復横飛びしてるトドくんが一番おもろい。ほんまそれなんだよな。ピッチャーとセンターを交互にならこんなことにならんのに、投手の2人の外野守備のポジションとかの兼ね合いでこんな感じになっちゃったのね。そして打たれてるのは下村投手だけか。菅一人で投げてれば、菅無失点なら菅だけでいいのでは。下村くんも地方大会では5試合登板で防御率 1.34 だったし、選抜でも智弁和歌山相手に6回1失点の好投を見せてただけに無念やろうな。良い試合だった。またこんな決闘が見ると思うとワクワクするな。